お疲れ様です。いや何ラーメン食べてましたよ。ここ見ればもう多分わかるでしょ。ラーメン食ってました。これから車中泊？お、いいっすよ別に。うん、霞で釣りすんのこれ。おう、じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょう、霞ヶ浦で釣りしましょう。じゃあいいっすよ。車中泊でこれから霞の方に向かえばいいのね。わかりました。じゃあ行ってみましょう。 So fucking what?え、じゃあとりあえず霞の方面に向かって走ればいいんですか。あの車中泊して霞ヶ浦で今日は釣るぞみたいな、そういう企画。え、違う。え、どういうこと。え何、霞で俺3本も釣んなきゃいけないの。いや、昨今の霞ヶ浦で3本も釣れるわけないじゃん。罰ゲームあんの？マジか。あ、そういう感じ今回は。わかりました。じゃあとりあえず霞方面に向けて走って車中泊する場所から見つけて、明日俺は丸一日使って3本釣らなきゃいけないと。で3本釣れなかったら罰ゲームがあると。わかりました。じゃあちょっと全然自信ないけどルールはそれだけ？まだある。ああ、まあまあそういうことなら全然いいっすよ。え、タックル2本ね。で制限時間は日の出から日の入りまでに3本。キーパーサイズはなし。バスだったらカウント、バスを3本釣ればいい。いいっすよ。そんなもん、あのお前にはプライドもクソもないのか。最悪さ、最後こんなの3本釣ればいいんでしょ。いいですよ、やってやりますよ。じゃあとりあえず霞方面に行きます。本邦2度目ですね、手賀沼観光リゾート。今日もこちらでお世話になっていこうと思います。ね、とりあえずね仕事もしてきたし風呂入ってからですよ。風呂入ってこのまま一気に霞まで走りますからね。まだ手賀沼阿鼻子ですけど、はい、道のりは長い。はい、へー、いいお湯をいただいてきました。実はねちょっとお風呂を上がるときにちょうど係員のお姉さん、若い女の子がね男湯入ってきて温度測ってたんだけどね、なんか僕と目が合うんじゃなくて目とおしもの方が、彼女の目と僕のおしもがなんかこう目が合っちゃってすごい恥ずかしそうに下向いてたのに、僕はちょっとセクハラだなと思いました。じゃあこのままあと1時間霞、水の駅サワラまで行ってみようと思います。レッツゴー。持ってきたランタンが壊れてて充電してきたんですけど電気つかなくなっちゃった。しょうがないね。今日はここ、道の駅、サワラ。ここで休んで明日、朝一から、霞を回ろうと思います。とりあえず、乾杯しましょう。いただきます。じゃあ皆さん、また明日の朝、お会いしましょう。乾杯！おはようございます。4時過ぎました。道の駅サワラ。なんか夜中中アイドリングしてるベルファイアだかアルファイドもううるさかったし、あんまよく寝れませんでしたけど、まあちょっとねこれから15分ぐらい走ってポイントにエントリーしてって、まあ、なんとかね朝一から気合入れてポンポンポンと3本つって、もう速攻午前中帰りたい。できれば罰ゲーム知らないよ、そんなの。すぐ帰りたい。ちょっとじゃあおしっこして準備しましょう。
さて、ぼつぼつ日が上がってきたから準備しましょう。そんなそうだ、本当に昨今の霞で3本揃えろってバカだよ。自信なんかあるわけないじゃないですか、バカな。でも作戦的にはまあ1本だけ取れ高サイズ取って、あと2本はノンキーで逃げる、まあ、ノンキーっていうか、まあ、今回ねルール上キーパーなくてもこんなのつって2本つって逃げるからね俺。絶対に嫌だよ罰ゲームとか。スターティングはねスクーパーフロックダディ。気温がね今16度、ちょっと寒いですけど、多分まだ水温がね18度19度残ってると思うから上から引いてみる。生命感はあるんですよ。じゃあ行ってみましょう。はい、じゃあまずは安治川得意のやつね。いつもこっからスタートだよね。まずはスクーパーフロックダディを水面で引いてみる、まあ、いわゆるトップ的な使い方。結構この近辺カエル多いから、まあ、ハイシーズンはスクーパーフロックで反応するんだけど、これベジテーションの際とかね、なんせ秋だからね、もう若干初冬を感じるぐらい、シャットとか巻いてもいいかなって思うぐらい。出ないか、よし、うん、じゃあちょっとスピナーで巻いてみようかな。よし、そしたらチビーブル、秋っぽくスピナーで手早く広範囲を拾っていく。まあ、今なんか水流れてるからねチャンスタイムかなって。なんか生命感あって上ずってるうちに拾いてんだよ。あーちっちゃい、よいしょ、ちっちゃい。はい、おはようデスミガウラ。とりあえず1本、1本は1本ですよ、ちっちゃくたって。あと2本で僕は帰れるんですかね。ありがとう、ちっちゃいけどね。さて今度は安治川と横利根川の接続部分。ここはね常に水が動いてんだよね。横利根川からなんか水入れてんのかな。いやカレントの中にいたな。いやもったいね。もう一本は出ないか。ちょっともう一回スピナーで流して終わりにしよう。じゃんじゃん移動しよう。いやちょっとねなんとなく覚悟はしてたけどデスミガウラですね、マジできつい。ヒントがないんだよな。別にベイトについてた魚っていう感じでもないし、だちょっと一回ね安治川を見切って与田浦に舵切りますか。9時でしょ今、午前中2本揃えれば可能性出てくると思うんだけど、ちょっとこのまま行くと厳しいから足使いましょう。魚が散るんだったら人間もそれ追っかけて散ればいいんだからね。じゃあちょっと与田浦向かいます。
さて今度はヨーダウラだね。まあここ水路からこう見てわかる通り潮目みたいになってんだけど、ずっと水が流れて出てるのね。水は動くポイントなんだけど、お、ずいぶんクリアップしてんな水が。太陽出ちゃってるからな。いくらね秋に散るっつってもやっぱね、バスはバスなんだよな。だから結局のところやっぱさ、昼間の太陽が上がってる時間はこういうカバーやった方が絶対いいよ。なんか闇雲にその辺を動き回ってるってイメージはない。風があるからちょっとキャスト精度が、まあ普通に考えたらやっぱ風避けたいんだけど、釣りづらいは釣りづらいよね。今正面から吹いちゃってるから。ただそうなるとこういうカバーはやっぱ熱いんじゃないかなっていう気はしなくない？うん、しなくない？するよね。風が吹いたらスピナーベイト、フー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 。ああ、そんな簡単にいかねえよな。よし、これはでも魚っぽくなくね？何この感じ。お、魚だ魚だ魚だ、ちっちゃいけど魚だよ。ほっ、よしよし、いいんだよいいんだよ、ちっちゃくたって午前中のうちに2本取れりゃそれでいいんだろ。いやまあ違う、ルール的には3本取れんだけど、午前中に2本取ったらだいぶ楽だから。魚だった、よーし、あと1分、俺罰ゲームやんないからね、頼むよマジで。はい、夜な浦に移動してきて2本目ゲッツです。いや今思ってるでしょ、何が2本目だよお前、そんな小松でふざけんなって思ってるでしょ。どっちがふざけんなだよお前、いいんだよ、物事にはルールってもんがあるんだから。キーパーサイズ設定なしの3本取れば勝ちなんだから。で別に俺スピニングで2本取ったわけじゃないしね、スピナベッドフレーバーでちゃんときっかりベイトタックルで取らせてもらってるんで、たまたま釣れちゃった魚が小さいだけでね、冗談じゃないですよね。ということで最後1本狙いに行きますよ、大きいの。とりあえず今ヨダウラから一旦外名の方に向かってるんですけど、まあ、せっかくだからちょっとまあ今10時、まだ昼まで2時間あるし、午前中まだあと2時間あるから、ちょっとやったことないところで少し釣りしてみて折り返そうかなと思って、今日立利根とこのヨダウラをつないでる水路ちょっと行ってみようかなというふうに思います。でかいの釣れるといいな。はい、じゃあ頑張りますよ。なんかね、同業者いっぱいいるんですよ。なんか人気の水路みたいですね。レイチングやってます。あ、そうです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。サザメとか、はい、あの埼玉戸田とかでやってます。見てます。ありがとうございます。ラスイチだって、唐揚げ弁当オンリー。もうこれ食って、もう頑張ります。罰ゲーム持って、ちゃんと来てるんで。